それでは、多田川表題の論文について発表させていただきます。この論文は、少し前になるんですが、2015年の EMNLP と共同開催された、メディカル系のワークショップになります。この表題にもあったんですが、この、論文ではラベリング作業に、まあ、色分野の知識が必要な場合、ドメインの、知識が必要な場合に、クラウドソーシングっていうのが有効なのかっていうところを、面白いところに焦点を当ててるなと思いました。で、まあ、専門家の注釈とクラウドソーシングの、注釈で、同じモデルで、訓練してその精度っていうものを比較していきます。で、両手法で、まあ、作成されたデータセットはちょっと意外でしたが、まあ、同じくらい効果があるということが分かりました。また、クラウドソーシングによる、まあ、ラベルの一部を、まあ、後で説明させていただきますが、を除外することでモデルの精度っていうのを向上できるよっていうふうにしています。まあ、イントロダクションです。多くの、テキスト分類手法っていうのは、まあ、大量のラベル付きトレーニングデータっていうのが必要となってしまいます。まあ、これは、まあ、いろんなところで書いてありますけど、まあ、それコストがかかるよねっていうのがあります。で、アノテーション、まあ、同時にアノテーション時にドメインを必要とする場合に、まあ、クラウドソーシングっていうのはあるけど、どれくらい有効なのかがわからないっていうのがあります。まあ、そこで、放射線科のレポート、を使って、まあ、正常と異常っていう、まあ、日のラベリングを分類をするために、モデル分類するモデルに対して、まあ、これがどのくらい有用なのかっていうのを見ていきます。まあ、その後で先ほども触れましたが、まあ、専門家のアノテーションしたデータとクラウドソーシングでアノテーションしたデータで、パフォーマンス比較していくっていうものになります。で、まあ、データの集め方と、まあ、方法、まあ、3つの分類で、まあ、データコレクションだけ3個ある感じで、構成されています。で、まあ、1つ目、この、まあ、データに関してなんですが、まあ、これは、まあ、側頭部の、16,000以上の放射線画像と、まあ、関連するテキストレポートっていうのを格納された、まあ、データベースからデータを取ってきています。で、これは、もともとレポートにはラベルはついてないです。で、13の、解剖学的な構造、まあ、いろいろあるんですけどが、それぞれに関して、まあ、正常異常っていうのを、分類するモデルっていうのを構築していこうっていうのが目的になります。で、この、データベースなんですが、はまあ、実際に使うのはここから抽出された約1万1000のラベルなしの文章っていうのを使用します。で、次にデータコレクションの方法なんですが、まず一つに、まあ、専門家がつける、まあ、ここではゴールドスタンダードとしていますが、のラベル付けについてです。で、2人の専門家が、まあ、ランダムに選んだ、まあ、340文章の注釈を付与します。で、専門家2人の、注釈っていうのはほぼ一致しているっていうのが、ここで示されています。で、まあ、ゴールドスタンダード、まあ、データセットとして実際に使うのはこの2人の、アノテーションが一致した323文というのを、使っていきます。まあ、正常異常の、割合はこんな感じです。で、次に、クラウドソーシングで、アノテーションしていくっていう話になります。まあ、この、まあ、クラウドソーシングを使うっていうことで、ここでは、あえて、まあ、ワーカーのスクリーニングっていうのは行っていません。で、タスクの内容としてはここに2つあるんですが、まあ、文が正常か異常かっていう、日の、値と、まあ、その自分が選んだ選択に対しての自信ですねが、3段階ありまして、まあ、非常に自信があるから、まあ、自信がないまでっていうものになります。で、各文少なくとも、2人以上で作業を行うっていう形になっています。で、文章のラベルが2人のワーカーで一致しなかった場合は、その一致度というか、75% の、まあ、一致率に達するまで、まあ、ワーカーを増やしていくっていうことを、追加で収集するっていうことをしています。で、まあ、結果的に56人のユニークなワーカーによって、まあ、717分の追加を、追加で収集しています。で、ワーカーに対しての指示というか、依頼なんですが、まあ
ここにあるちょっと長くなるんですが、まあ、強調処理された文章を、あ、まあ、側頭部ですねの特定の構成要素の、まあ、異常または正常または異常な観察を説明するものとして分類するっていう、まあ、日知ですね、先ほども触れましたがっていう、分類をラベル付けをしてくださいっていう依頼です。で、まあ、これだけだと、まあまあ、分かる人には分かるかもしれないですが、まあ、ちょっと親切なので、まあ、ゴールドスタンダードから、まあ、少なくとも一文というのを例としてこのように与えています。で、まあ、内容的には左が V で、クラスというのが、正常か異常かで、この右側の、まあ、イザングルテストそのままですね、まあ、例文になります。で、ここで、まあ、クラウドソーシングのワーカーの、データを得たんですが、すいません、ワーカー個々の、まあ、ワーカーそれぞれの、まあ、注釈っていうのを、まあ、違う場合に、まあ、どう使うかっていうのがあるので、まあ、各ワーカーごとに、重みをつけていく、まあ、重みをつけてこうそのクラウドソーシングでつけたラベルっていうのを、まあ一つに、まあ、各分に対して一つに絞り込んでいくってことをしています。で、まあ、その選定といいますかワーカーの重み付けっていうのが、まあ、この2個っていうのが、基準になっていまして、まあ、より正確なあの答えを選んでいっているワーカーっていうのは高く評価しましょうっていうのと、まあ、より多く文章を分類しているワーカーっていうのは評価しましょうっていう2点です。で、重み付けの、まあ式というか、重み付けはこのような、式になっていまして、WI はワーカー I から注釈を得られる、ワーカー I からの、注釈に与えられる重み、B は、ベータ分布の確率密度関数で、T は、ワーカー I によって注釈が付けられた分の総数で、C が、ワーカー I によって正しく注釈が付けられた分の数っていうふうになっています。で、ここで、まあ、クラウドソーシングのデータが、どういうふうに分類モデルを訓練するのに有用であるかっていうのを見ていくので、クラシフィケーションのモデルっていうのを作っていくんですが、まあ、ここでは、N グラムを使用して、まあ、簡単な分類モデルっていうのを構築しています。で、ベクトルにするんですが、各分をベクトルにするんですが、まあ、次元は901次元で、まあ、900次元は N グラムの、まあ、N グラム、バイグラム、トライグラムの、まあ、上位、500、300、200の値をこう使ってあげて、まあ、901分次元目は、まあ、センテンスのトークン数っていうのを使っています。で、文が正常か異常かを予測するために、L2 の正規化ロジティック回帰を使用して、分類をします。で、ここからリザルトで、まあ、リザルトも大きく分けて3項目3つのあったところを見ています。で、1つ目が、まあ、ラベリングのパフォーマンスを見るっていう形で、まあ、56人のユニークなワーカーっていうのがアノテーションしてくれたと先ほど触れさせていただいたんですが、まあ、それぞれ、まあ、99.9 分、まあ、3分から462分を、つけています。で、まあ、平均的な分類の正確さっていうのは、まあ、ここで示す通りで、まあ、ワーカー間でそんなに、差はなくて比較的一貫していたと、記載されていました。で、まあ、まあ、一貫してるんですが、まあ、平均大幅に下回った人もいましたよっていうのが書いてありました。で、2つの、方法でクラウドソーシングされた注釈アノテーションについて調査といいますか、まあ、確認をしていて、で、まあまあ、それぞれあの文の、一致度を見て、まあ、専門家の一致度よりは低いけども、比較的に、まあ、どの、ワーカーも、つけた、ラベルは一致しているっていうのを確認しています。で、先ほど、正常異常以外に、注釈の、まあ、確信度、まあ、受信っていうのを見たんですけど、まあ、受信の、確信度の分布っていうのはこうなっていて、
でここが、横軸が、ワーカーの、ラベル付けの一致度で、この縦軸が、その地震度になります。で、まあ、この左は、正常とラベル付けしたものになるんですけども、まあ、地震が大きいというか地震がある個体ほど、まあ、一致度も高くてっていうのが、見られるとしています。で、まあ、同様に、まあ、地震度というかあのラベル付けした核震度によって、まあ、アキュラシーも違うよっていうのを示していて、やっぱりあの地震がある個体ほど合ってるねっていうのを確認しています。で、次に、まあ、専門家が、アノテートしてくれたモデルとクラウドソーシングで、つけた、データのアノテーションしたデータ の, あの比較を行っていて、で比較を行うために、分布類モデルを使って、トレーニングしています。で、まあ、1つは2つの方法で分類モデルをトレーニングするんですが、まあ、1つは、まあ、医師専門家が、つけた ラベルのみで学習で、もう1つがクラウドソーシングのラベルのみで学習っていうので、それぞれの、分類モデルっていうのは、まあ、同数の、インスタンスでトレーニング してあの精度を 見ていきます。でゴールドスタンダードモデルを用いるんですが、この、先ほども言いましたが300ちょっとでちょっと少ないので、交差検定を行って、でその交差検定の、テストデータ部分に対して、それぞれのモデルで、精度を見てあげるってことをしています。でこれが結果になりまして、で、この実験に関しては、アキュラシーがほぼ変わらないっていう、ほぼといいますか、まあ、ほとんど変わらないっていう結果になっています。で、先ほど、専門家がアノテーションしたデータっていうのが少ないっていう話をさせていただいたんですけど、クラウドソーシングの注釈っていうのは、まあ、データ量を集めただけ使えるので、まあ、その先ほどは、専門家がつけたアノテーションのアノテーションしたデータと、同じサイズで確認したんですが、今度はクラウドソーシングの、データを用いて、使うデータの数を増やしていって、精度上がるかっていうのを見ていきます。で、まあサイズ変えていくんですが、その時は、まあ、トレーニングセットはランダムにサンプリングしていきます。で、精度を確認するテストの時はゴールドスタンダードデータセットを、の全体をテストデータとして評価していきます。でこれが結果になりまして、横軸が、トレーニングデータの、サンプル数で、縦軸がアキュラシーで、やっぱり、データ増やしていくと、まあ、もちろんなんですが、まあ、精度上がっていくよねっていうのがあります。でも、まあ、まあ他のモデルでもそう、他の事例でもそうだと思うんですけど、まあ、精度上がっていったところで、まあ、頭打ちになる点はあるよねっていうのを示しています。で、次に、先ほど、まあ、地震を3段階でつけたと思うんですが、それでそれぞれの、地震度で足切りをして、データを足切りしてあげて、でその地震のあるものだけで、実験するとどうなるかっていうのを見ていきます。で、まあ、これも、まあ、ゴールドスタンダードモデルっていうのをテストデータとして使っています。で、まあ、それぞれ、まあ、これ分というか、データ全体と、まあ、なんていうんですかね、3段階の2段目に地震があるもの以上のと、まあ、一番地震があるものだけっていうので実験しています。で、思ったほど、精度は上がっていないんですが、やはり、このデータ、減っていってしまうので、その部分で、精度にも影響があったんじゃないかっていうふうにしています。で、
コンクルージョンで、クラウドソーシングを使用して、まあ、ドメイン特有の知識が必要となるような、タスクの、分ラベルを生成するっていうのが、実際やってできるんじゃないかっていうことを示しました。でクラウドソーシングの、注釈の、重み付けをしてラベルに適用重み付けをしてラベルをこう決めてあげるっていうことによって分類の時に、ね、まあ専門家のあのデータによって生成されたものと同じくらいの、効果がある、ラベル好きのあのデータっていうのを作ることができたよとしています。でまた、個々の、ワーカーの革新度っていうのが、今回3段階で、設定したんですが、それを、使うことによって、データを、追加するんじゃなくて、そうやってあの自信のないものを切ることで精度を上げることができるよとここで示しています。以上で、文章代わりさせていただきます。